ヒラノシオ今日言葉を勘違い、下ネタじゃないよね。理想の父親像や大好きな先輩を告白。元キング、アンド、プリンスでトベ所属のヒラノシオが、ファンからの質問に答える形式で自身のインスタグラムのストーリーズに投稿しました。彼はファンからの様々な質問に答えながら、自分の考えや人生の中で大切にしているものについて告白していきました。ヒラノシオは、 めちゃくちゃしたいと期待に応えて京都に行く話がありましたが、はんなりって何下ネタじゃないよね笑いと今言葉を勘違いしてしまったようです。ファンからは、紫輝くん手本と下ネタ好きよね笑い笑いとのツッコミもありましたが、彼は真摯に、違うって笑いとしてし、はんなりがやばい下ネタだったらやばいじゃん。笑い、だから一応確認したんですと説明しています。最後には、そりゃ好きでしょ。 と衝撃の発言も飛び出しましたが、ファンには紫てるらしいユーモアのある返答に喜びの声が上がったことでしょう。彼にとってアイドルとは何かという質問には、俺ってやつかなぁ、ごめんなさいという素直な回答が返ってきました。そして、一番好きな先輩について尋ねられると、彼は、おじさん友達。あの人たちがいなかったらちゃんと発散できてないと思うし。 あの人たちがいたからオンオフも切り替えられて仕事も専念できてるよ。大好きな人生の先輩です。と感謝の気持ちを素直に伝えています。こうした彼の真摯な態度はファンに対しても彼に対する愛をさらに深める要素となっているでしょう。また、理想の父親像について尋ねられると、平野志様は、かっこよくて強くて何でもできるパパと答えています。これは多くの人が抱く理想の父親像かもしれませんが、 彼が自分の子供に対してもそうした存在になりたいという願望を持っていることが伺えます。趣味についても明かされており、バイク、車、釣り、サバゲー、時計集め、画家のシーンを動かすものとなっています。多彩な趣味を持つ彼は、アイドルとしての活動だけでなく、プライベートな時間も大切にしているようです。一方で、彼も人間らしい一面を持っていて、イライラする出来事についても語っています。 申し訳ないけど全然あるよ笑い。昨日はお風呂洗っていたらシャワーこっち向いててびしょびしょになってイラッてしたというエピソードは、ファンにとって彼の普段とは違う一面を垣間見ることができる貴重な瞬間でしょう。最後に、動物園でのデートのお誘いを受けた際には、餌用の人参とか自分で食べちゃうから笑いとやんわり断ったとのことです。彼の愛らしい一面が伺えるエピソードであり、 ファンとの距離感を感じさせるエピソードと言えるでしょう。平野仕様のこのインスタグラムのストーリーズに寄せられた質問と回答は、ファンにとって彼の新たな一面を知る良い機会となりました。彼の率直な姿勢や人間味あふれる一面が、ファンとの絆をさらに深めることでしょう。今後も彼の活動に注目が集まります。